はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、マジバト暗黒武術会ね。A の星3でね、S ランクまで、あと41で昇格できると、いうとこまで来ましたので、昇格できると思いますので、やっていきます。ちょっと待てよ。あと41だから、まあ、真ん中を選ぶ選択肢は、ポイント的にない。で、左右はどっち選んでもいいけど、どっちにしようかなと。キリンは両方にいるのか。キリンは両方にいるか。まあ、オジギソウがちょっと嫌だから、左かな？そうだね。左で行こう。行きます。相手のが早い。まあそこは落ちても問題はない。よし、オッケー。硬いな。うわ、オッケー。ということで、初 S ランク。あれ？ S ランクってなんか、間にバトルみたいなのないのか？まあいいや。S ランクにね、初めて上がりましたと。OK、OK。あれ？初めてじゃなかったか？初めてだよな。まあいいや。X ができる前、あれ X ができる前に、いや、ないよな。まあいいや、もうちょっとやろう。S に行けましたということで、どうしようかな。真ん中行くか。キリンはいないもんね。よし、ここに行きましょう。そうだな、昔どの辺にいたのかをね全然覚えてはいないんだよね。あれでも一回 S に行ったことあったのかな。一応最近は全然ないっていうかね、なんだっけ、 D ぐらいまで落ちてたんだよね。しばらく暗黒武術界放置してた時があって、でそっから、ちまちま上げていって A になった頃に、武術界にねちょっと動画撮ろうかなってやりだして、まあ S に戻ったんだけど、もしかしたら最高 S1 までは来たことあったのかもしんないな。なんかA とか S の間って昇格戦みたいなのあったよね昔。まあ、X ができてなくなった可能性もあるけど、あれか、ちょっとミッションの、あれを見てみると、あ、S1 までは行ったことあったんだな、きっと。S2 昇格はまだない。あ、S、だから S2 の時はね、なんか、あるのかな？ちょっとわかんないけど、まあ続けてね、あと4戦。BP ある分はやろうかな。キリンとクワバラとヨミがいるから、ここはちょっとパスか。クワバラ、あれちょっと待て。じゃあ左に行こう。キリンはいるけど、攻撃パっぽいから、なんとかなるんじゃないかな。ちょっと。これはちょっと仕留めきれないだろうし、デバフ、攻撃力ひだめ。ちょっと待って、なんだっけ。攻撃力のね、よだめ現象をね、打って、ちょっと持久戦にしよう。うわー。オッケー。
あっと裏男。あ、これダメだな。ちょっと待って、どうしよう。これダメ、やられた。あー、ダメだったな。まあでもとりあえず S1 上がれたおかげでね、次シーズンはね、そんなに大きく下がることもなく、終われるはずなんだけど、あれだな、148回もやったのか今週。武術会こんなにやったの初めてか、もしかして。じゃあ次は真ん中か。キリンクワバラ、こっちはキリンクワバラいる。キリンだけこっちのがマシな気がするな。っていうかみんなあれだよね、ハロウィンクラマいるよね。じゃあここに行きましょう。さあ、よし、オッケー。あー、オッケーでもねえか。でも前衛と後衛でこの感じなら勝てるね。勝った。こっちも硬い。火ダメを増加させて、これでまあ殴り勝てるよね。はい、あと2回、どこにしようかな。ここはどうなんだ。珍しくどこにもキリンがいないね。へえ、まあこれ行ってみるか。とカラスの暗闇が嫌なんだけど、あー、ドグロが、それ困る。ちょっと封印ダメだよ。あー、ダメだ、これはダメだ。ちょっと全然ダメだったな。やっぱこの辺まで来るとキリンいなくても強えのは強えな。どうしようかな。最後勝って終わりたいが、どうだ、真ん中いけるかな。右のが怪しい気がするんだよな。真ん中行こう。さあ、これでどれぐらい減るか。おお、後ろは持ってった。オッケー、これならやれるね。おーっと、何食らわない、ちょっと。あー、オッケーオッケー。はい、ってことでね、まあ無事
S の1までは行けましたが、まあ過去にね、行ったことあったみたいだな。なんか、武術会をね、全然いじんなくなる前の時期にね。ってことで、まあじゃあこれからはね、シーズンまたいじゃうけど、まあ次のシーズンはね、X とかね、まあまずね、S2、S3 と、目指していこうかなと思います。というわけで、今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。よいしょ。